ーとしての知識を増やすことにしていきたいと思います。どうしたらこの失点防げたんじゃないかなというふうな視線目線で見ると、周りを見てないで、10番だけに人を取られすぎていた。キーパーがちょっとインターセプトしようとして前に来てたんで、はい、それはもう引くべきではなかった。で、このボールに来てる選手からまず何がありますか？ここにポジション取るだけで全然ゴールの大きさ、印象変わってきますね。もっと下からボールに、ボールの出どころ、ここだよね、足元のところを抑えに行くようなフロントダイビング。やっぱね、プロのゲームをね、見て分析することすごく大事なんだけど、